俺の1位がなんでだよみたいなのはある。シンプルにいい、そうだね、よっしゃ行くぞ頑張るぞっていう感じになるよね。ヘッドスピンですね、うん、すごい。 3,2,1 TKO Dance Channel。こんにちは、スタジオフェイス宮田武雄です。アシスタントの桜井里奈です。このチャンネルではダンスに関するさまざまな知識を解説したり実践したりしていきます。皆様チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ続いてね、3ブロック目から大編成の11チーム目から、はい、見てみたいと思いますけどね、はい、いやーなんか審査しててすごい難しいなと思って、うん、どんな感じなんですか、いつも審査やってて。審査の仕方、はい、審査の仕方はこの大会では、審査員がそれぞれ順位をつけるわけ、はい、1位から9位まで、うん、で10位以下はもう全部10なのよ。うん、うん、でちょっと何点か俺正確的に分かんないけど、要は1位のチームが一番点数が高いってことよね、はい、うん、だからまあそういう意味ではその点数の集計、うん、うん、じゃあその数字で集計を取って、そう、うん、うん、分かる、うん、はい、だから9位以下は全部10ってついてるの。あ、なるほど、うん、で、そうだね、順位が数が少ない方が勝ちってことか。少ない、あ、うん、いやでも割れますよね。だからさ、前も言ったと思うけど、例えば、うん、大編成で僕が1位つけてるチームが他の人は5位、4位、10位、10位だもんね、うん、あー、でさ、その1位のチームに10位っていうのはさ、うん、10位っていうのはまあ言い方あるけど県外ってことじゃない、これがすごいよね。いやもう見方がやっぱ本当に人それぞれですよね、うん、だこれはよくやっぱりその参加者とかあるいはその保護者の人から先生が質問されたりすることあるらしいんだ。うん、なんで1位の人と10位の人がいるんですかって。あ、それは公表されるんですか。あ、これ公表される。へえー、うん、そうなんだ、うん、確かにそれはなんか質問されちゃいそう、うん、なんでこんな感じなんですか、なんでこんなに差異があるんだと、うん、まあ、でもそれしょうがない、そういうもんなんだよね。ただ前もねちょっとこの話題したことあると思うんだけど、ありますよ僕だって、え、ここが俺の1位がなんでだよみたいなのはある。それは、うん、やっぱ自分が真剣に見ていいと思ったところが、前もあったんだけど、そのなんか予選会でね俺が1位にしたところが予選落ちになっちゃったことがあって、うーん、みたいなさ、それはあるよね。うん、まあでもしょうがないよね。そうですね。もうそれはそのなんていうのかな、それぞれの審査員が真剣に見て決めてるから、うんうん、お前のそれ違くねえかっていうのはその人のダンスを否定することにもなるわけじゃない。うん、はい、うん、ただねちょっと話し込んだことあるよね。前まあこの時もねちょっと一回話したんだよね。審査員同士で。あ、審査員同士で終わった後もちょっと話す。へ、うん、なんでここが良かったのかみたいな。あんまり話しちゃうと多分これも良くないじゃない。したら例えばさ、じゃあ意見が強い人、うん、だからここで言うと審査員で一番年上は僕だから、だから俺はあんまり強く言わないようにしてるのよ。あ、確かに。でもそうですね。そうそうさ、ほら先輩から言われたらさ、なんかそうですよねって言わなきゃいけないみたいな感じだとさ良くないじゃない、はい、だからそういう時はなるべく気をつけて、だから自分のイベントとかでもバトルで自分が審査員に入ってる時は意見は一番最後に言うように必ずしてる。へえー、すごい。いやそうしないとさ、確かにそうですね、うん、上の人に言われたらさなんかってなるじゃない、うんうん、だからちゃんと他の人の意見を尊重した上で一応自分も最後には意見言うけど、うん、押し通そうとしたことは一回もないと思った。不公平になっちゃうからね、したら。そうですね、やっぱ自分の意見大事ですもんね、うん、そうそうそう、だからみんなそれぞれ自分の意見を持っててよくて、うん、その中でだからもうしょうがないよね、この1位と10位の人がいるっていうのはね、うんうん、だからその代わりその審査員としてふさわしい人かどうかっていうのは大事だよね、その最初の選定がね、うん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 、やっぱ俺も前ミスってちょっと参加者の子にバトルの時に言われたこともあって、うん、まあ、ちょっとあの人大丈夫ですかみたいな、うん、そういうのは、うん、審査員としてね、まあそれは彼らの言ってることはその子たちは自分すごいちゃんとした人たちだったから、その子たちも俺もちゃんと聞いて、まあちょっといろいろその後考えたんだけど、まあ出る側はねそれは審査される方だからさ、一生懸命やってるからちゃんと見てもらいたいじゃない、それは当たり前ですよね。だからそれはそれに見合った人がちゃんとやってもらわないと困るっていうのはあるよね。なるほど、
まあ、そんな難しい審査ですけど続いていってみましょうかね、はい、行きましょう、うん、リオナちゃんは別に大丈夫よ、これ気軽にって言ったら言い方だけど大丈夫ですか、うん、別にこれが本当の審査じゃないんだけどさ、はいはい、うん、はい、じゃあリオナちゃん3ブロック目いきますけどね、はい、最初は大阪府立国島高等学校です。お、大阪ですね、はい、大阪行ってみましょう、はい、ヒップホップっぽいですね、服装が完全に曲のヒップホップですね、うん、なんか見てて気持ちいいですね。もうヒップホップは、うん、もうシンプルにかっこいい、うん、作品に大きなテーマとか多分ないですからね、うんうん、ダンスを見るって感じ、うん、なんかね、あれですよね、ゆっくりな感じのヒップホップですよね、うん、ちょっとなんかガールズっぽいですね、うん、ちょっとね、うん、素直に入ってくるっていうとこあるよね、うん、なります、うん、ポップ絶対使えるのそうですよね、うん、かっこいい、うん、いいっすね、いいですね、うん、ポップなんか今まで普通のヒップホップなかったじゃないですか、うん、シンプルにいい、そうだね、いいですね、うん、見やすいし入ってきやすいね、なんか、はい、これやっぱ壮大なやつだとなんかこう見ちゃうもんね、そうですね、おーってなるけど、うん、これだとなんかちょっとこういう、うん、分かりやすいし、うん、こういう感じで見れるよね、はい、確かにね、そこがやっぱ違いだよね、大きな違いですよね、まあ、気持ちのいい感じの、うんうん、典型的なヒップホップって感じですね、はい、うん、よかったですね、いいですね、うん、ただやっぱ比べるの大変だよね、いや悩みます、よし、じゃあ次行ってみましょうか、はい、はい、じゃあリオンちゃん次は、日本大学明星高等学校、はい、はい、行ってみましょう、チームとはまたちょっと違うよね、そうですね、うん、だからすごいストーリーっぽい感じのコンテみたいなチームと、まあ、ヒップホップみたいな全然テーマ性とか関係ないよっていうチームとの中間、ね、うん、中間はどっちかっていうとヒップホップよりか、そんなに多分テーマとかはそこまでないけど、うん、まあ、でも中間だろうね、そうですね、うん、
難しいな。どういうテーマだったんですかね。気になりますね。仲間ですかね。でもなんか確かに輪っかになってて、うん、2人が後からこう入っていく感じは、うん、仲間って感じだよね。あれでもそういう意味ではなんか演者が踊ってる方もなんか気持ちがすごい盛り上がっていいかもね、うん、やってる最中にそれを意識することってあんまないじゃないですか。ないですね。踊ってる最中にさ、はい、あれ踊ってる最中にみんなでエンディング食っていいよね、うん、よっしゃ行くぞ頑張るぞっていう感じになるよね、うん、はいという作品でした。はい、はい、じゃありゅんちゃん次は千葉県立幕張総合高等学校。ここも常連ですね。お、はい、千葉ですね。千葉県立、はいはい、うちのスタジオで教えてた会長っていうあだ名の子が出身地ですね。おお、はい、では行ってみましょう。出身地は出身校ね。はい、行ってみましょう。はい、ピエロみたいな感じですね。どういう、やっぱなんか多いとゆっくりな大きい振り多いですかね。あでもやっぱパターンとしてゆっくりから速くなるっていうのはとても多いパターンだよね、うん、作りやすいのかねその方が。こんなに多いと揃えるの大変ですね。大変だね。このずっとトーンのまま行くっていうのもまた、うん、曲一緒ですよね。一緒かもしれない、うん、あ、変わったね。ゆっくりの状態でずっと踊るのがすごいですね。なんかっていうこと、ゆっくりの曲で、なんか結構みんな曲をこうすぐ変えたり、はいはいはい、なんかこう飽きないようにしてるけど、ここは結構ゆっくりが長くなってたけど、別に見てて飽きないし、揃ってるなっていう感じでした。そうね、ゆっくりな曲だとちょっと焦っちゃう時あるからね。なんかあの早い曲の方が楽だよね、そういう意味では。ああの体力はきついけど、確かになんか次々動いてればなんか楽なんだけど、ゆっくりの曲ってさ、ちゃんと曲に合わせると思うと、心が焦ってると早いとか一緒じゃない、うん、しないようにずーってこうやってやるのはちょっとやっぱり、うん、でも早ずに気づかないですよね。そう、本人は気づかない。そうですね、本人は気づかない。そうね、そういう意味では確かに難しいところを頑張ってやってるかなっていう気がしますね。なんかフォーメーションの変化もなんか他のチームとちょっと違うところがあったなって僕は思いましたけどね。結構いい感じの、他では見ない感じの変化があったような気がします。はい、はい、リオナちゃん続きましては、はい、北九州市立高等学校、はい、これ覚えてる小編成部門でさ、なんか炎のやつやった。なんかちょっとそんなにビートとかが少なくて、書いてますね、ハンカーの、はい、ハンカーの、はいって書いてます。まあ常連校ですよ、めちゃめちゃ強い、過去に総合優勝とかもしてる。はい、ちょっと見てみましょう。はい、うん、近未来ですね。近未来ですね。すごい面白い。飛んでた、まあ、今飛んでいきました、うん、どっか宇宙の彼方に行っちゃったんじゃない。、うん、
ほら、あ、すごい、宇宙で待ってるよ、もうすごい、ね、宇宙かな、やっぱ宇宙、宇宙に出てこう、ね、なってみたいなことかな、はい、なんか途中のなんかブラックホールみたいなのにシュッて、うん、シュッて言ってましたね、うん、すごい構成も話が見えますね、うん、面白いね、面白い、うん、このアイデアやっぱ形にするのは結構大変だろうね、この作業はね、そうですよね、うん、なんとなくはみんな思いつくわけでさ、はい、それを楽曲にこう当ててさらにこう振りと演出を含めてやっていくのって結構大変ですよね、うん、なんか途中のガガガガガみたいなやつできないのですごい、うん、確かにすごいあれガガガガガ、みんなで練習したらびっくりするね、ドア開けたらみんなあれやったらね大丈夫かなと思うけどね、よかったですね、はい、じゃあ続いていってみましょう、はい、次は15番目ですね、なんでこのブロックの最後ですね、はい、黎明高等学校です、いってみましょう、おっと、障子的な、そうですね、うん、カンフーだね、これでもついたて的なやつ持ってくの大変だろうね、分解するけど私動かすのもみんなですもんね、うん、そうそうそう、自分たちで練習して、あ、面白い、対戦してるんですね、うん、大丈夫かね、どうやって飛んだんですかね、飛ばしたいね、人で飛ばす、なんかボス的な、すごい、こんなにいっぱいいるんですね、たくさんいるね、なんか、いろんな役があるから、いや、それはちょっと俺知らないわ、ルールとしてありなのかっていうのは、すごいな、でもいいから出してんだもんね、そうですね、うん、いや面白い、うん、へえ、なんかヒップホップなのに、うん、こういうヒップホップもあるんだって感じです、あ、そう、はい、ヒップホップとしてはそんなに珍しい感じじゃないと思うけど、うん、なんか見せ方が上手でした、まあ、演出はちょっと、はい、いろいろ工夫は過ごしてますよね、はい、うん、すごかったですね、ジャンプが、うん、ジャンプやばいよね、うん、後ろを見たかったです、後ろはどんな感じか、多分だけどうちらもやってたけど、はい、2人組でこう組んでこう飛ばすんだよね、こう手組んでさ、チアとかでもやるでしょ、あ、やります、ここに乗せて、はい、あ、俺らもやってた、すごい飛んでましたね、飛んでたね、ちなみに多分なんだけど、確証はないんだけど、このついたて使うのも俺らが一番最初に始めた、え、多分それより前見たことない、え、すごい、
ないんですか、うん、多分だけど。そうなんですよ、すごい実は、いやもしかしたらあるかもしれないけどね。ちょっと一番最初に考えて、なんかイギリスでショーをやるときに、ついたて使ってやるっていうのを考えてやったんだけど、面白い、まあ、本物じゃないよね、本物というか大変だよねだから、はい、ということで ね、15チームなんでね、また5チーム見たんで、はい、この中では暫定このブロックでの1位っていうのはどこでしょうか。やっぱ北九州シーズ、宇宙の、宇宙のちょっと良かったですか。もうびっくりしましたなんかアイディアもすごいし、踊りもなんかああいう系の私踊りができないので、あのなるほど、ヒットですか、バババババができないのですごいと思いました。なるほど、じゃあここはね確かね、あのすごくいい感じでしたね。はい、じゃあとりあえずここのブロックでは北九州市立高等学校が良かったなということで、はい、じゃあ次のブロック行ってみたいと思います、はい、皆様ご視聴ありがとうございました。関連情報や続きの動画については下のコメント欄にリンクが貼ってあります。皆様ぜひチェックしてください。またダンスに関する質問も受け付けております。お気軽にお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。